西木町駅は山口県岩国市西木町広瀬にある西木川鉄道西木川西流線の駅。道線の終点、単式ホーム一面一線のみの地上駅。そのすぐ横に車庫を備えている。当初、6日、市、西原方面に延長された際にはカーブするように改良する予定であった。駅員配置駅。駅舎内には 自動券売機も設置されており、近距離なら JR 線との連絡切符の発見も可能。また、駅舎には、西木川鉄道株式会社の本社も入っている。駅併設の車庫に隣接する形で、タイヤ付き遊覧車トコトコトレインの西木町駅がある。トコトコトレイン、西木町駅以下はすべて、駅から見て北西から南西にかけての方角に、 点在している駅前に、西木町駅停留所が設けられており、2017年12月初頭、時点においてはすべて、岩国市生活交通バスによる運行となっている。各路線とも、運行本数は少なく、また曜日により、運行本数が変動する路線も存在する。さらに、各路線とも、年末年始には、全便運休となる。このほか、全室、 サンマート広瀬店前にもバス停留所が設置されており、ここからは、本郷口、通往本郷方面への便が運行されている、祝日のく月曜から金曜までの運行、1日に往復、ウィキニュースに関連記事があります。西木川清流線、使用車両の電気系統を切断され、始発日本運休、2月28日いわくに、ありがとうございます。